こです。アリアです。ミンクラテティーティー始まるよ。イエーイ。今回の企画はメガネに合う服を組んでみたです。イエーイ。ここにずらっとメガネがね置いてありまして、あっちにはいっぱい服が並んでるんですけど、まずメガネをね選んでそれに合うコーデを組んでいきます。1人2つ眼鏡を選んで2コーデ組んでいきます。それでは選んでいきたいと思います。どうぞ。はい、では眼鏡を2つ選んでいきたいと思います。すごい大人っぽい色からねカラフルな色まであるから、カラフル1つと大人っぽいの1つにしようかな。丸眼鏡めっちゃ可愛くないですか。なんか細縁と太縁、太縁っていうのかながあって、アリアどっちも好きなんだけど、でもアリア実際にメガネは太縁だから細縁にしてみようかな。これを一つと、あとこれにしようかな。これとこれにしました。ではこの2つに合うコーデを組んでいきたいと思います。レッツゴー。ということでこちらが選ぶお洋服でございます。めっちゃ可愛い色、秋っぽい、秋冬っぽいね色味がたくさんあります。じゃあまずこの茶色の方の、こういう薄縁の方のメガネからコーデを組んでいきたいと思います。そうだね、これ茶色だから茶色に合わせようかな。どうしようかな。え、めっちゃ可愛いんだけど。これとかロングパンツ可愛くないですか。あー可愛い。え、でも上何合わせるってなるよね。あ、え、待って、ニット好き。待って、ニットにこういう丸メガネ好きよ。でもさ、これも可愛くない。ただの服の趣味なんだけど。ちゃんと合うやつ選ばないと。あー、そうだな、ちょっと違う。これ使う、これ決定。色がね、本当に合ってるの。だからこれの色と上、トップス何合うかな。これかな、やっぱトップス合うとしたらこれな気がする。じゃあこの茶色の方のメガネはこのコーデにします。イエイ。じゃあ次にこのね紺色で、ここがね水色のメガネを選んでいきたいと思います。なんかね水色だからこういう青の服と合わせたら可愛いかもしれない。これも紺だし、縁自体も紺だからね、これ可愛くないですか。これに、あ、これがこれ、あ、合いますね。はい、決まりました。ということで、青でね、合わせていたコーデです。2コーデ決まったので、次はエコちゃんへどうぞ。はい、では次エコがメガネを選んでいきたいと思います。エコもアリアちゃんと一緒で大人っぽいのと柄とか色のあるカラフルなの一つずつ選びたいと思います。あんまりメガネは普段かけないんですけど、サングラスとかかけるくらいなので、ちょっと使いやすい黒をまず一つ選びました。結構このメガネの中に柄があるものが多くて、それがすごい可愛いんですよ。これが黒だから、じゃあこの2つの、この黒いメガネと、ちょっと紫っぽい赤を選びました。なので次コーデを組んでいきます。はい、じゃあ続いてはこのエコの選んだメガネに合うコーデを選んでいきたいと思います。じゃあまずはこっちの黒の方から選んでいきます。やっぱ冬はなんか黒で暗めの色にしちゃうと結構ずっしりしたイメージになっちゃうので、あえて明るい色で合わせたいなって思います。この色が可愛いですね。このピスタチオカラーがとても可愛くて一目惚れしたので、このコーデにしたいと思います。こちらの中がピンクの柄になっているこのメガネに合うコーデ選んでいきたいと思います。これは結構大人っぽめでもいいかなと思います。じゃあこのワンピースと中にこのデニムを履きたいと思います。じゃあ今2コーデ完成したので着替えていきたいと思います。
はい、このメガネのコーデのポイントはですね、茶色と白でまとめたラテコーデです。まずですね、このメガネがちょっと茶色がかってるメガネなので、この茶色のパンツと合わせました。このパンツがすごいね、可愛いんですよ。で、これに合わせて上は白のニットのちょっとガーリーらしさを出しました。で、このイヤリングも茶色になってて、なんかちょっとスタバで飲むスタバ行ってくるっていう感じのラテコーデになってます。皆さんもぜひ真似してみてね。はい、ということでこのメガネに合わせたコーデはこんな感じです。ちょっと全体的にスクールガールコーデっていう感じにしています。まずこのメガネがですね、内側が水色で、この縁が青がかった紺なんですよ。なのでこの青のスウェットで合わせました。で、この下はですね、可愛いスカートと合わせて、でスクールガールっぽくするためにこういうスニーカーで合わせました。こういう、なんだろう、スウェットとかこういう感じにはすごく合うと思います。色を合わせたりするとすごくいいと思うし、あとこれはちょっと淡い系の色なので、濃い色を一つプラスするとより可愛く引き締まって見えます。アニアのコーデ参考にしてみてね。はい、エコのコーデのポイントは、このメガネが結構黒で無難なイメージなので、明るく服はピスタチオカラーのセットアップでまとめました。これが結構ね、シンプルなので、黒にはこう、こっちもシンプルでまとめて、でもこのスカートの部分がここだけプリーツになってるのがすごくポイントになっています。ぜひ真似してみてね。エコのコーデのポイントは、このメガネが結構明るい色なので、全体が少しシンプルな感じにまとめました。で、今回はちょっとピンクっぽい色になっているので、ちょっと地雷ガーリー系っぽい感じにしてみました。で、中にデニムのショーパンを履いてるんですけど、これもさっきと同じような感じで、ここがプリーツになっていて、とても可愛いです。リボンとか、袖のチャックとかがすごいポイントになってて、ここもおすすめなので、皆さんこのコーデ真似してみてください。はい、こんな感じで2人のメガネに合うコーデを合計で4着組んでいました。で、アニアもさっき気づいたんですけど、なんかメガネにピンクラテって書いてて、うん、なんとこのメガネ、メガネ市場さんとのピンクラテコラボです。そう、アニアも初めてした。それもね、そう全部ピンクラテコラボなの。そう、可愛いよね、めちゃくちゃ。そう、大人っぽいのから、すごいカラフルなのでわかります。メガネの人とか参考にしてみてください。はい、普通にね、伊達メガネとして可愛い。可愛いので、ぜひメガネ市場さんに行って、ピンクラテコラボとピンクラテの服を着て街中へ出かけてみましょう私たちと一緒のコーデにして出かけていきましょう。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバーイ。